皆さんこんにちは。プロレーサー、そして MSTV ナビゲーターの丸山博史でございます。今回はですね、バイクの部屋、その中でゲストを呼んでおります。ゲストは大島彩乃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。一応ね、バイク女子という形で呼んでいるんですが、今の肩書きは？今はスピードクライミング選手として活動しています。はい。スピードクライミングって、今ちょっとこう後ろにね図があるんですが、なんていうのかな、ボルダリングっていうのは俺もよく分かってるんだけど、スピードクライミングって今オリンピック競技になってるんですよね。はい、なりました。東京オリンピックから。はい、はい、もうすでに、まあ、選手としての活動をしている彩乃さん、ちょっとね駆け上がる姿一瞬ちょっと見ていきましょうかね。こんな感じ。これ何メーターぐらいですか？15メートルあります。これ今オリンピック競技で、はい、オリンピックまだ出てないんだよね。出てないです。当然だよね。はい、まだ始めたばっかりだと思うんです。でも早いですね。はい、はい、これは何、記録なの、この時の？そうです、この時の自己ベストを更新した時の映像です、うん、はい。今はですね、オリンピックを目指してトレーニング中ということで、今ね、単なるバイク女子じゃないけどバイク女子だったところから、今このスピードクライミング、ね、オリンピックに目指している彩乃さん、はい、でもね、バイク女子としての姿、そしてモーターステーション TV とのですね、まあ、関わり合いをですね、ちょっと今日はお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではですね、まずはですね、モーターステーション TV、との関わり合いはですね、レディースバイクで行った、これツーリングですか？はい、そうです。はい、障害物レースのスパルタンレースに、うん、はい、バイクで行って、はい、スパルタンレースをしてバイクで帰るっていう企画でした。アスリートなんだけど、さっきね、そのスパルタンレース、まあ未だに出てるんですかって聞いたら、意外と意外と苦い思いというか、1回で凝りましたね。1回で凝りましたね。そんだけ聞くとね、みんなチャレンジしてみたくなりますけど、この時にですね、うちのチャレンジ女子アナ、神戸ルルさんがですね、一緒に出たんですよね。はい、神戸ルル、ルル、ルルさんはですね、とてもアスリートと縁遠い。そうですね、スパルタンレースに、うん、普通のスニーカーで来てました。なるほど。スニーカーじゃ出らんないレベル。7キロ走らなきゃいけないんです。はいはい、7キロの中にいろんな障害物があったので、なるほど、ランニングシューズの方がほとんどなんですけど、はい、ルルさんは普通のスニーカーでした。なるほどね。ツーリング、まあ、これはね、レディースバイク主として、まあ、そのスパルタンレースに行きましょうってツーリングで行くんですが、大島さんのバイクはこちら。はい、これね、俺ビッグワンかと思ったのよ。CB1000 スーパーフォアのカラーリングなんだけど、これビッグワンじゃなくて、400cc なんですね。そうなんです。今免許は？今免許は大型免許まで持ってるんですけど、うん、バイクは大型まで購入できずに乗れずにいます。はい、CB400 とね、これあれでもね、友達のザンちゃんだもんね。はい、でルルさんがここにいて、川崎さんが後ろから見守って見守っている。これはもう終わった時かな？そうですね、終わって温泉に入って、最後浜焼き、うん、貝とか焼いたのを食べて、うん、夕日が綺麗だったので写真撮りました。はい、こちらがですね、まあ、皆さん、川崎さんね、川崎さんとの試合は？川崎さんは、うん、もう本当にこのレディースバイクの、うん、スパルタの企画で、うん、事前にトレーニングを何回かさせていただいたんですけど、はいはい、その時に初めてお会いしました。うん、私も結構ね、付き合いは古くてですね、昔メキシコのバハ戦レースに行った時に、女性ライダーとしてメキシコのバハに来てたわけですよ。そこで、まあその時はね、まだね、すごい若かったですよ。本当にこんな女性来ちゃって大丈夫みたいな形だったんですよ。まあ、チャレンジャーですからね、バハのレースに、ね、出るって。私もその時にバハ戦レース、2年連続出たのかな。その時に来ていた川崎さんと知り合って、でもやっぱり川崎さんに連れられると大変な目に遭う。これがですね、スパルタンレースですか？そうです。はい、このスパルタンレースのちょっと概要は？ス
スパルタンレースはいろんなこう枠に分けられてて、長さ短いのから長い距離まであるんですけど、私たちは一番短いコースにあのチームを組んで出るっていう形で出場しました。はい、LB として何人だったっけ？その時は4人かな？4人？はい。あやまさんと、はい、川崎さんと、ルルさんと、ルルさんと、ザンちゃん。ザンちゃん。はい。本当にね、思うけど、よく俺ルルさん行って大変じゃなかった？ルルさんのキャラクターの視聴者の皆さんはね、知ってる人もいるんですよ。あ、そうなんですね。あのすごい楽しかったですよ。楽しかった。盛り上げてくれました。あのね、あの番組の中では泣き虫ルルか弱虫ルルっていうぐらいあのでもキャラクターとしてね、本当は結構強いんだけど、うんうん、結構泣くんだよね、その、こんなのやだできないって言って、その中ででもアスリートとしてね、なんかあれじゃないですか、ガチじゃないですか。そうですね、団体で出る時って、助け合いが OK なんですよ。あ、はいはいはい。なので障害物何かできなかったら罰ゲームがあるんですけど、そのペナルティを全員で分けていいっていう回数をっていう決まりがあったので、はい、あとはお手伝いをしてクリアできれば OK っていう決まりがあったので、ぶら下がるエリアとかはルルさん苦手だったりするのであの私は肩の上にお尻を乗せて運びました。あ、なるほどなるほど、はい、みんなで助け合ってね、助け合いました。そしてこれすごいね、これはさすがに女性ライダーたちみんな連れてって、これ聞いてました？最初から聞いてなかったです。聞いてなかった、こんなことになるのは、はい、これ泥に入れられちゃうというか、これ障害物を乗り越えてって、これ下からくぐるんです、うん、え、この、下にくぐって塀を乗り越えるんです。必ず入ると。そうなんです。あ、なるほど。これもどうですか、こういうのは、あの意外とこういうのはアスリートなんだけど汚れではない。汚れではないっておかしいけど。そうですね、ただ、あのサスケの失敗した時の池もこんな感じなので、あ、そうだね。それは慣れてました。ね、はい。あの今サスケっていう話が出ましたけどね。あのあれ、な、何？何チャンネルだっけ？ TBS です。TBS のサスケっていう、はい、あの年末にね、よくやってる、はい、私もね、見てます。あれ、何年ぐらいやってんだろうね。今年25周年ですね。25年やってんのか、はい、実はあのサスケにも、もう随分長いこと出てるんですよね。はい、今年で7年目になります。7年目、はい、まあ、アスリートとしてね、7年目に出ていて、その活動もね、ちょっと後でね、伝えていきたいなと思ってるんですが、はい、この時の結果は、結果はみんな無事完走しまして、メダルをもらって、こう喜んでるところですね。はい、川崎さん、はい、ルルさん、はい、ザンちゃん、はい、あやまさん、はい、あやまさん、この本領発揮したんですか、このレースで。結構頑張りましたよ。すげー女子期待してるみたいな。でも、意外と皆さん強いもんですか。あのこのチーム全部が同じチームだったんです、女性チームっていうチームで、はいはい、なのでこのあのスパルタのコーチの方がいるんですけど、このお二人と私で皆さんのできなかったペナルティを分けて、どんどんやってつないでって、で、はい、そう、この方は今は今もやられてます、コーチとしてやられてスパルタンレース、はい、スパルタンレースやられて女子で1位取ったりする方なので、すごい強い方ですね。どうですか、そのあやまさんとしては、もうこのスパルタンレースの方で、これスパルタンレースって世界でやってます、はい、それで世界に行くっていう思いはなかったの？辛すぎた。え、辛すぎた。アスリートとして辛すぎるっていう言葉は本来ないはずなんだけど、やっぱ泥と汚れが、いや、もうなんか重いのも持たなきゃいけない、走らなきゃいけないで、人生で初めて走ってて、足つったんですよ。あ、へえ。あ、そんなにきついはきついんですね、はい、長かったです、何時間かかったんだろうっていうぐらい、はい。ちょっと次の写真はね、まあそうやってね、スパルタンレースに行った時にうちの番組の、まあ、女子アナルルさんと一緒に、なって、そこからね、一度、そうだよね、岩崎さんっていうあの編集長とね、はい、まあ、飲みに行った時とかに、まあ、実際にお会いしてたんですが、他にもレディースバイクのツーリング企画、はい、これは何ですか、結構たくさんいますよね。これはキャンプツーリングでした、はい。基本的にはレディースバイクだからやっぱ女子メインですよね。そうですね、キャンプツーリング、はいはい、あとはその方たちのファンの方とかも来たりとか、はい、車でも OK だったので、家族連れでいらっしゃったりとか、はいはい、大勢でしたね。こういうなんていうの、バイク女子としてあの楽しい企画じゃない、辛くない、辛い時もたまにありますけど、でも楽しいのが勝ちました、はい、大きかったです、はい。
はい、これもみんなで、あとこれもこれはあのプライベートでみんなで仲間内だ、はい、ツーリングに行った時ですね。これもルルさんがいて、はい、川崎さんがいて、はい、ザンちゃんがいて、はい、まあ、ルルさんのバイクはもう久々にちょっと見ましたけどここでもルルさんはなんか迷惑をかけたりしてるんじゃないかなって感じがするんですけどね大丈夫ですか？いろいろありましたね、面白いことが。そう、彼女弱音を吐きながらあの常にネタをみんなにネタを提供するってネタ提供役なんで、はい、あのツーリングに連れていくと場が盛り上がります、はい、こんなメンバー、はい、ルルさんの立ち動きを3人で支えました。あ、やっぱり立ち動きしなかったんですけど、うん、全員で支えて、はい、なんとか。ルルさんはね、うちのツーリングでもなんていうのかな、お正月の初詣安全祈願ツーリングっていうのでね、はい、あの神社にですねお祓いをしに行ってもらって、今年1年あの事故を起こさない、はい、無事故で行けますようにって言ってお正月に神社行ってお祓いをしてもらうんですね。でみんなこう座って、はい、みんなにお祓いでね、わざわざバイクのとこにあの行ってもらってバイクも全員こうお祓いをねしてもらうっていうね、ちょっと料金かかるんだけど、でもそうやってやっぱり1年無事に過ごしましょうねって言って、うんうん、神社を出たところで立ちごけをするというやつで、あの全員受けてた受けてた我々聞かないねってそういう常にネタを面白すぎる、うん、バイク女子としてはですねどうですか、あの今はあんまり乗ってない？今はそうですね、うん、競技を始めてからはバイクも乗る機会もなくなっちゃいましたね、うん、あのでもまあ免許もちろん持ってるし、はい、バイクをでも売ってしまった、売ってしまいました、なのかな、はい、またねでもみんなと一緒にねツーリングをするという機会があったら、はい、まあ、今レンタルバイクって言ってもあるありますか、ね、そうですね、はい、レンタルバイクって言ってもある、はいはい、ぜひですねモーターステーション TV でもですね大島彩乃さんと一緒にいてですねどのくらい根性があるのか汚れが嫌だって嫌じゃないですよ、汚れは嫌じゃない、嫌じゃないです、はいはい、何でもやります。オリンピック目指して辛いの嫌とかありえないんだけどちょっと違う路線だったっていうね、はい、やりたいとは思わなかった、私の路線ではないっていうね、はい、そんなところをね見たんですが、でもねあの最終的にはね、まあ、バイク自身も意外と辛い乗り物っていうかね、うん、雨、うん、雨に降られる、寒い、どうなのそういうところはバイク乗ってて、そうですね、年齢を重ねるごとに、うんうん、丸山さんの前で言うのもあれですけど、うん、寒さを感じるようになりましてはい、はい、暖かくなるグローブだったりとか、はい、っていうのをあの頑張ってお金を貯めて買って、うん、それで乗ってました。なんとか、はい、そしたら何もう今時じゃあ冬にツーリング誘われたらいや今はいいかなって言っちゃう、ちょっと考えますね、いけないな、それはなバイクの部屋としてはいけないな、バイク愛があってさらにね頑張ってる姿をっていうところなんだけど、ちょっとバイクに対してあのルルさん効果を発揮してます。ルルさん強いよ。あ、そうなんですか。雨だろうが寒かろうが、あそこに飛び込んでいくの大好きだから、そういうとこ行って弱音を 吐きながら通過していくっていうね。おだけど通過できない時あるからねルルさんはね、ちょっと見習います、ルルさん、うん、そしてですね、これはこれはまあ川崎さんか、これはそうです、キャンプツーリングの帰りですね、はいはい、はい、みんなであったかい格好してますね、ちゃんとねちゃんと、はい、一回これ出したのがですね、あの先ほど言ってたあの TBS の年末に必ずやってる、はい、サスケという番組で、もう何年ですか、今年で7年目ですね。7年目、はい、今年も12月に放送ありますよね。あります。12月27日にあります、はい、夜6時から5時間スペシャルです。何年目だったっけ、その7年で出たのは15、18、19、20、21、6回目ですね。6回目か、はい、一応私もねあの見ましたよ、あのエルビンの時に知り合って出てるっていうから、はいはい、あ、本当ですか、うん、あの意外と早めに落ちて応援ですごい頑張ってる姿あ、そう、ファーストステージの、うん、多分お見せしたのはあれです、日本人女性の記録は塗り替えたんです、その時。おお、はいはい、はい、塗り替えたんですけど、うん、クリアはできなくて、その後のステージはもうずっと応援でした。あの悔しいよね、あそこでもっと上行けば、やっぱり最後にさ勝ち上がっていくと本当にすごい盛り上がっていくじゃない。そうですね、で本当にあそこでこうねみんな脚光浴びる、うん、でも応援する側になっちゃうんだよね途中からね、うん、そうです、応援も一生懸命やるんだけど、でもやっぱり最後に残りたかったっていう思いをね、そう
競技をしてる人間としてやっぱりねすごくそれが分かって、うん、端っこで、ね、で女子だから映されるのよすごくすごく映されるの TBS あのね、はい、番組で、はい、だけどその姿はもう選手じゃないんだ、ね、そうですね、あくまでも応援の方なんだけど本当はね一番最後まで残って、はい、サスケではどこを狙ってたの？サスケはずっと20年以上女性で、うん、日本人の女性でファーストステージをクリアした人が出てこなかったんですよ、うん、はいはい、第2回の時に1人だけクリアしてて、それ以降ずっと出てこなかったのでずっと20何年ぶり女性クリアを目指して頑張りますみたいなことを言って挑戦してたんですけど、あれ男性と女性って全く同じステージをやるので身長も低いですし結構難しい部分があって、ファーストステージをクリアするっていうのをずっと目標にやってました。ファーストステージは、ファーストステージの次に行くとこで、あの次なんだっけ、あのぶら下がっていくやつだっけ。はい、それがサードステージにあります、ね、サードステージか、はい、セカンドとか。セカンドステージはなんか泳いだりとか重いもの持ち上げたりとかっていうエリアが多いです。そこは行ってる？まだ行ってないです。そこ行ってないの？はい、そこをクリアしてそれをやんなきゃいけないし。そうです。俺絶対ねあれ見ててできないって自分の中で、あとはなんだろうな、まあ重いの思ってあのスピードであそこまで行けるかわかんないけど絶対できないって思うのは、あの飛んで捕まって、はいはい、次に渡っていくってやつ、はいはい、多分まず飛んで捕まった時点で手が持たないんじゃないかなっていう。そうですね、あれ3センチしかないんですよ、うん、捕まる場所、うん、でもあれは飛び移りは、うん、私が世界で初めてできた女性です。なるほど、飛んでそこにグンって捕まって次に行こうか。はい、その後どこで落ちた？それはでも本番ではやれてないんですよ。そっか、練習っていうはできてるんですけど、うん、本番はファーストステージクリアできてないのでまだ。12月27日 TBS で放送するそのサスケに、もう収録終わってるんだよね。はい、終わってます。もちろん結果は言えないよね。はい、内緒で。俺ね、さっき結果はね内緒でもいいから聞こうかなと思ったら教えない教えないってぜひ見てください。言えないよね、言ったかどうかなんて。やっぱりね、やっぱり見ながらね、俺言ってほしいけどねドキドキを味わいながら結果を見てください、うんうん、何度か見て、いつもあ、怒っちゃった、うん、あ、もういなくなっちゃったって思うんだけど、今さオリンピック目指してんだよね、はい、あの当然あのサスケのねこうやって捕まるやつからそのボルダリングの練習自体が大体、はいはい、あれだったんじゃない、そういうとこから始まったんだよね。そうですね、サスケがきっかけで、うん、ボルダリングを始めましたね、はいはい、というところでね、そっからなぜかあのバイク女子がオリンピックを目指すことになるっていうね、はい、サスケもやりながらだけど最終的にオリンピックどこを目指してんだっけ。パリとロサンゼルスです。パリとロス、はい、なぜかっていうとこの競技、ですね、スポーツクライミングという競技が、まあ、東京オリンピックから、はい、あの種目として入って、はい、そしてあと、まあ、東京オリンピックはね、それの予選会も行ってたの。いや、東京オリンピックの予選の時はまだ選手登録してなかったので大会を出てなかった。あれ見て、私行くぞみたいな、汚れ泥の中入んないし落ちても釣ってくれるしみたいな、もうちょっと綺麗な姿で世界に行きたいみたいな、はい、それもありますね。そんな感じでですねあのここはここでね、ちょっとね目指せオリンピック、オリンピックの話はねまたちょっとどういう世界なのかっていうのはねちょっと後で詳しく聞きたいなと思いますが、もうね20分喋っちゃった。お、10分ちょいでだと思ったんですけど、これね意外とカットするところがないんですよこの話に。あらま、ということで、はい、今日はですねこの辺で、スポーツクライミング選手の大島彩乃さんなんだけど、実はモーターステーション TV としてね、すごくね長くこう一緒に、やってきて、バイク女子としてのね、バイク女子としてすごく俺は LB の中でもすごく人気あったなと思うんだけど。本当ですか？意外とそっちでガチで行かなかった。やっぱりあれじゃない、寒いとか。いやいや、そんなこと言ってないそんなこと言ってないの、はい、あの最終的にねちょっとだけねあのお知らせしておくと、このスポーツクライミングのために、はい、今は当時銀行員、はい、銀行の女子受付、いや窓口もやったりとか後ろで事務作業したりとかやったりとかしたんですけど、はい、今はもうオリンピック目指してこれにかけて
行くっていうことで、やっぱりね競技行くにはね、まあ、スポンサーが必要ってことで、今はクラウドファンディングもやってるっていう形ですよね、はい、あの先ほどね見た、これ、はい、これにあと何秒あったら、あと 0.01 秒縮められたら、たったあこの時、はい、日本代表入れた、日本代表に入ると、はい、でそしたらオリンピックに、オリンピックはまた別の基準タイムがあって、うん、オリンピック出るためにはあと2秒縮めないといけない、あと2秒か、はい、それやばい、いやでもこの時まだ初めて競技始めて1年の時だったので、うん、全然まだまだ、そうなんだそうなんだ、はい、そんなですね大島さんの応援をですね、はい、そんな大島さんのちょっと応援ページね、はい、あのタンデムスタイルさんでね、まあ、LB をやっていたタンデムスタイルさんで、はい、今こういうページをね、紹介してくれて、大島屋のパリオリンピックへの挑戦、自分の中であの期限を決めてますけど、ロサンゼルス、パリとロス、はい、要はあと2回のオリンピックまでに、そうですね、はい、何を目指してるか、メダルを取りに行きたいと思ってます。いいね、バイク女子メダル取りに行く日本代表まであと 0.13 秒っていうね、こういったですねちょっとねタンデムスタイルさんのページ、これうちの番組の概要欄にも貼っておきますので、ぜひね、バイク女子からアスリートに行き、はい、そして今ではオリンピックを目指す、だけど汚れは嫌だよ汚れは嫌だよ、嫌じゃないですよ、嫌じゃないの、あります、何でもね、本当にあのモーターセッション TV でもね、まあ、ツーリング企画とかやってますんで、ね、はい、ぜひあの多分雨降らないと思うんで、わかりました、意外と降ったりするんだよそんなですね、綾野さんがですね、はい、やってるのはここにあるのか、ね、まあ、今クラウドファンディングっていうね、はい、まあ、今はスポンサー活動もねこういった形でできるようになっているので、ぜひ見てね、あ、一応見ちゃおうかな、一応見ちゃおう、どんな形になってんだ、こういうページがあるんですけど、はい、お、そこそこ集まってんじゃん、はい、あともうちょっとで60万、はいはい、今、まあね、あの競技選手としてねスポンサー活動しながら、企業スポンサーついてないの、企業スポンサー今のところついてないですね、ついてないんだ、はい、モーターステーションついてる、あ、ぜひお願いしますいいね、顔色変えるね、そういう時はねそういう時だけあのバイク女子になってましたよ、雨でも行きます雨でも、こんなところをですね見て、ぜひですね、オリンピックにね出るまで頑張ると言ってるので、それも期限を決めたので、私としてもねレースずっとやってきて、やっぱりそうやってね、私世界に行かなかったんですけどね、最終的にね、やっぱスポンサー活動でくじけましてですね、あのどんどんお金がかかる、でバイクのレースをやっぱ出てもお金になって帰ってこないですから、そうでしょ、そうなん、最終的には何千万ってもう使って全日本鈴鹿の8大って出ながら、最終的にはそのワールドに行く時にはやっぱりもっとお金を貯めなきゃで、やっぱりそのスポンサー活動っていうのが大事だったんだけど、まあ、全日本はねずっとスポンサー活動してきましたけど、なんとか綾野さんの夢実現しそうですか、させます、はい、ありがとうございます。ということで今日はですねバイクの部屋、大島綾乃さんバイク女子からですね、オリンピック選手、はい、夢を目指してという形でした。次回はですねバイク、どんな形でですねバイクの世界に入ってきたのか、そんなところをまたお伝えしていきたいと思います、はい、今日はこの辺で、それでは皆さんさようなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。